仙台市消防航空隊は仙台市消防局の組織若林消防署荒浜航空文書に配置されていた2011年7月からは仙台空港を暫定的な拠点としているなお荒浜航空文書自体は2012年3月末に閉鎖された市消防局航空隊として2機の消防防災ヘリコプターを保有運用し防災 救助活動などに従事している。基地は荒浜航空文書と同所の仙台市消防ヘリポートであり、宮城県防災航空隊も同所に配備されている。宮城県防災航空隊とは連携をとっており、宮城県広域航空消防応援協定により、運航不能時の連携や確実交代での当番対応によって24時間運航を行っている。なお、 仙台市消防局は宮城県防災航空隊にも隊長として救助隊員を派遣している。東北地方太平洋沖地震発災当日に仙台市消防局のヘリコプターによって救助された被災者泉市宮城町、秋保町の3市町を編入合併して政令指定都市に移行した仙台市は地域が大雨山脈から太平洋まで及び 標高1500メートルの船形山から仙台湾の大陸方まで消防の活動範囲が広がった。また仙台市都心部や秋保温泉などで高層ビルの建設が進んだため従来からの消防車両では十分に対応できない可能性が生まれヘリコプターによる消防力強化が進められた。当初は東北電力南仙台変電所に隣接し、 東北電力とその子会社の東北エアサービスが運用している仙台ヘリポートを基地に消防ヘリを配置した。しかし同ヘリポートは周辺の宅地化により周辺住民との間で騒音問題がすでに発生しており夜間運行を行わない取り決めがなされていたため夜間の離着陸に必要な照明設備はなく24時間運用ができなかったこと、また 敷地が狭いため格納庫等の設備がすでに不足していたことなどから移転、廃止の計画があった。そのため市は1990年度から新ヘリポート設置の調査を始め、2001年から仙台市消防ヘリポートの運用を開始した。仙台、ありがとうございます。